スーパードラゴン松村智也のハッシュタグダイブ沼。やろ。あれね、すごいですね、なんか僕の番組です。ミュージックジャパン TV の YouTube 企画、はい、ハッシュタグダイブ沼では、うん、現在ハマっているね、はい、ハマること沼るっていうじゃないですか。沼る言いますね。その沼について1分間のプレゼントークに挑戦していく、はい、ということですが、はい、今回僕がプレゼンしていくのはね、はい、ドラゴンクエストです。あら、ドラクエ、ドラクエ沼です。ドラクエ沼だ、はい、あら、ドラゴン通じで、ドラゴン通じですね。あら、そういうことなんですよ。なるほど、ドラクエも今ハマったんですね。今ハマりました、ね、なるほど、はい、じゃあ挑戦前の意気込みどうですか。意気込み、挑戦、なんか本当に素晴らしいので、うん、ドラクエ日本のいい文化、そうだね、間違いない、すごい素晴らしいので、なんかそれをギュッと1分間ですよ、知っていただけたらな。プレゼン1分間ですかね、これ。だから1分超えたらバツッと切られますからね、これね。いや、でもまあ焦らないで、大人は酷ですから。そうですね、バツッといかれますからね。大人は冷たいですから。バツッといかれますからね。頑張ってくださいね。頑張ります。はい、どうもこんにちは、松村智です。今回僕が紹介するのはドラゴンクエストというゲームでございます。こちらですね、うん、このシリーズがめちゃくちゃあって、はい、僕全部のナンバリングを一応1回から2回は全クリしてるんですけど、はい、小さい頃によく RPG とかってやってたんですけど、うん、もう漢字も読めないし、うん、分かんないから、ストーリーとかペペペペペって飛ばすわけですよ。 A 連打みたいな。でそれを今大人になってやり直すと、うん、いい話でちょっと泣けてきたりするわけですよ。なるほどね。30秒前、姫様が鏡の中に閉じ込められて、うん、その魔王を倒したらそれが出てきてくれて、うん、その王子と再会してめっちゃハグするみたいな。そういうのとかあって、はい、ちょっと泣けてくるんですよ。ああ、泣けるんだ。絶望の街みたいなところ、希望の街に変えるお話とか。なるほどね。ちゃんと大人になった僕らが、うん、ドラゴンクエストやってみると、うん、本当に人間として成長できると思いますので、うん、成長したい人はやってみてください。おお、すごい。さあ、これはね、とりあえず60秒以内に収まったんじゃないですか。はい、収まりましたね。ギリギリ。ちょうどよく。ね、ちょうどよく。いや、でもまだ序章も序章なんですよ。序章も序章。本当にキュッてしただけなんですよ、ね。なるほどね。本当はもっと広げて。もっとシリーズいっぱいあるんで。特番30分も喋ればいいですか？特番をいただいて。ですか？本当にね。いや、ドラクエ俺やったことない。やったことないんですね。やったことないのよ。うわ、それはね、なんか今からやっても面白い。面白い。あ、マジで？めちゃくちゃ面白い、ね。マジか。一人遊びみたいなさ、うん、一人で黙々とやるの好き。ああ、なるほどね。え、何でやってんの？いや、俺はね、スマホのアプリでやるんだよ。え？スマホでドラクエって買えんだよ、シリーズが。ガチで？そう、2000円とか出せば買えるんだよ。え？そう、なんかマジ、うん、めっちゃ手出しやすいじゃん。新幹線とかめちゃくちゃやってるよ。ガチ？うん、そうなの？そう、ここ来る新幹線でもね、もうずっとドラクエ。マジか。じゃあ俺ももう沼に片足突っ込む可能性ありますね。そうですね。だからもう曲作って、うん、もう作業の休憩もすぐドラクエ、片手間に。そう、もうすぐ魔王倒しに行って。だから、ね、魔王倒しすぎて曲作れないぐらい魔王倒しちゃってるから。姫助けるのが趣味。姫助けるの趣味になって、全然曲作る期間短く、時間短くなって締め切りギリギリみたいな。まあ、でもちゃんと締め切りもね。そう、めちゃくちゃ。プレゼンもギリギリでね。そう、プレゼンもギリギリ。全部間に合わせる男ですから。間に合わせますね、はい。そういうね、成長してますよ。そういうことです。うん、この成長あるのもドラクエのおかげ。おかげです。そんな僕たちスーパードラゴンですが、はい、新曲リーチザスカイが配信中でございます。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらね、6月28日に配信されまして、はい、ライブでもね、うん、めちゃくちゃ披露してるんですけど、うん、そうですね。剛君的なリーチザスカイの沼ポイント、うん、はい、私ですか。どこでしょうか。古川的沼ポイントはですね、うん、やっぱりライブで盛り上がれるこれタオルっていうこと、タオルポイントですかね。タオルポイントですね。タオルポイント結構沼なんじゃないかなと思います。確かにあれ楽しいよね。うん、やっぱりミュージックビデオで、ね、うん、とかね、まあ、それこそ楽曲だけで聴かれたりとか見られたりとかしてる方はやっぱりこうライブでの全貌っていうのは見えないじゃないですか、パフォーマンスの、ね、だけどライブに来たらこういう盛り上がり方なんだみたいな、うん、もうみんなでタオルうわー振ってスパドラロックだし、跳ねてるね、跳ねてうわーやってるんで、もうそういうこうスパドラのライブの良さみたいなものをぜひ感じていただきたいなと思うので、タオル沼にズブズブになってください。お願いします。はい、スーパードラゴンからお知らせがあるんですけど、はい、今ねちょうど僕らライブツアー2023、うん、インフィニティを開催中でございますが、はい、
残すとこあと1箇所7月16日、東京ドームシティホールにて行われます、うん、本当に超暇だったら、うん、マジで暇やることねえわぐらいのテンションだったら、ね、来てくれてもいいよって感じなんで来ていただけるとね、はい、まあ、ありがたいというかね、う本当にね、まあ、そんくらいの感じで、ね、ラフに来てほしいなと思いますけども、うん、心の余裕があったらぜひ遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。さらにミュージックジャパン TV ではスーパードラゴンの関連番組がご覧の日程でオンエアされます。こちらもぜひご覧ください。以上、俺たちがスーパードラゴンでした。皆さん、スパドラ沼にもダイブしてくださいね。バイバイ。